はい、こんにちは、ともチャンネルです。Amazon からね、ちょっとお届き物です。結構な大きな箱ですね。では、ちょっと開けていきたいと思います。ちょっと頼んだのがね、バッグですね、これ。これわかります？ナショナルグラフィックスの、5158っていう、バックタイプの、カメラバッグですね。はい。ちょっとね、開けていきますね。はい、こんな感じです。おー、ちょっとね、大きさ的にはね、高さが、38センチの、幅が30センチの、幅が20センチだったかな。まあ大体そのぐらいの大きさのコンパクトなタイプですね。で、これでも見るとわかるんですけども、見てもわかんないね、これね。まあ見た目的には、こう、カーキ色の、キャンパス生地っていうのかな、これね。まあ作り的には結構頑丈そうにできてるみたいです。それで、この辺がパッカーンと開いて、ね。これが、ファスナーになってて、ファスナーの中身を、まあちょっとこの辺はね、こんな中の型紙みたいに入ってるんですけど、あとはここにも、まあ、マジックテープでついてるけども、片手だからやりにくいね。まあしっかりとしたね、やつなんで、まあ物が落ちることはないでしょう。それとあとここにも、ね、ファスナーで、あ、ここがカメラの部屋ですね。はい、こんな感じ。まあ、持ってるのがね、ペンタックスの K10 で、なんで、これで十分な大きさだと思うんですよ。で、レンズもね、まあ、16、45と、あと、まあ、50、200ぐらいを入れて、あと、単焦点の28ミリぐらいを入れておけば、だいたいそれで済んじゃうんでね。まあ、大きさはこれで十分かなと。で、この裏にはなんか知んないけど、地図が、ね、プリントというかされてます。まあ、これカメラ入れるのはね、まあ、この位置で十分ですね。はい。まあ、それの他にサイドにこう、これなんかはペットボトル入んのかな。まあ、ちょっとね厚みがないからわかんないけど。で反対側にはまあ同じような入れ物というかあるんだけど、これはもう完全に三脚を取り付けるための、まあこれをフックですよね。で、あとはここに、PC が入るスペースがしっかりあります。で、これ、これあれか。この狭い PC の底に入れるためのクッション材ですね。で、あとね、このバッグはね、無機質になってて、上に、まあ普通のカメラじゃないものを入れたりすることができるんでね。これあれか。ここのところを、パッカンと取ってやって、こんな状態で開けられるみたいですね。で、まあ段ボールで、ほら、かたどってあるけども、とりあえずこれは、はい、こんな感じでスペースがあります。中はね、これ、ファスナーで仕切られてるみたいなんで、まあ、物が落ちるってことはなさそうですね。だからカメラ室とは完全に隔離されてるみたいです。であとこれが乾燥剤、これはレンズの方に入れとけばいいのかな。まあ使わないと思うからそのうちポイしましょうっていう感じですね。でまたここにも地図のね絵が描いてあります。まあこれを選んだ理由はね、そこそこコンパクトで、そこそこレンズが2個かその辺入って、であとちょっとした小物もね普段使うやつで入れられて、であとカメラバッグに見えないところがねいいなというのでちょっと注文してみました。で Amazon でね今日注文して今さっき届きましたね。まあ時間は朝の8時半ぐらいに注文して、まあ2時前なんでね、まあ、大体6時間ぐらいで到着です。まあこれでね今まで使ってたのもあるんだけど、今までのだとねちょっと小さくてねもうギュウギュウだったんで、まあこれからはこれでちょっとあちこち行く時にも使用してみたいと思います。よかったらチャンネル登録をお願いします。ではまた。